ラジオネーム、口はザワチンのもと。社会人1年目、右も左もわからない1年目。僕は大好きな映画、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートのレオナルド・ディカプリオに憧れて、仕事中にアーモンドを貯めていました。デスクの上にアーモンドを広げ、椅子を左右に揺らし、何かを考えるふりをして上を向き、ひたすらにアーモンドを食べていました。当時の仕事といえば、資料のコピーと封筒へののり付けくらいでした。それでも僕は毎日、アーモンドだけ入っているカバンを持って満員電車で通勤しました。あだ名が、新人ナッツくんになりました。ブレインスリープ。寝てほしいな。最悪だな。いや、設定が伝わってないんだよね、これね。そうなんだよね。しかも、そういうの日本に持ってきても無理だから。ダメなんだよね。ニューヨークのやつ。あの、わけあかんねえ、先輩。わけわかんねえやつ、ね。わけわかんねえんだから。あれ、アドリブなんだって。あ、そうなんだ。あの、わけわかんねえ、上司とやる、この胸叩きながらの歌。ああいうのはやっぱりアメリカのテンションじゃないと、無理だね。ナッツも無理よ。新人ナッツくんになるよ。ナッツくんになるなる。ボンボンじゃん。ボンボンのすぐ終わるやつじゃん。新人ナッツくん。いや。これは寝ないとね。まあ、寝ないとダメだわ、これは。うん、はあ、今日もいいですね、やっぱり。ね、香ばしいね。アルコピース DC ガレージ。